はい、こんにちは。おいおいお。安定の10時間労働。もう作りました。納豆と、山芋と、卵2個。からの、昨日の南京炊いたやつ。見ます?見いひんね。見ます?見いひんね。見ます?見せたいんかい。これね、もう南京も鍋越し、半分言われました。超うま。うますぎて。これね、とろろは山芋、フォークに刺して、ね、皮むいて、ほんで、ガーってやって、ね。もう全部残りもんですわ。納豆ももう賞味期限切れ例によってね、山芋も色変わってましたけど、卵は新しい。よし、よばれっす。はい、いただきます。まあこんな前ね。これにオクラが入っとったらね、昔を飲みに取った時に何て言ったかな、ネバネバなんとかやっとったんかな。南京これね、マジうまいっすよ。南京バカうま、バカがつくぐらいうまい。ただ種が硬いのが分かった。南京の種は硬い。多分元の南京が美味しいんやろね。さすめも食べてるみたい。めっちゃうまい。けど谷が硬い。バカうまけど種が硬い。これの全然もうチンご飯もあとワンパックしかないんちゃうかな。買う金もおませんねなんか松屋でご飯おかわり自由とか書いてるの見たらなんかそそりますねもうめちゃくちゃ食うたろうかな思ってね。あんな再三会えへんでしょ。あんなご飯食べ放題にしたらね、松屋も。なんか、YouTube やってはる人で、ね、5杯ぐらい食べる人いてましたね。
南京うまよし、疲れてきた、眠とうなってきた。まだ帰ってきて、帰ってきて1時間も経ってないんちゃいます？俺もう62超えてまんねん、アルチューマシン。ほんま体力ないわ、ほんまにね。うっす、気力もないわ。もう洗い物とかもなんかもう洗い物に追われる日々、ほんまにね、嫌になってくる。介護の仕事ね、やってる頃ね、社長がお昼ご飯作ってくれはって、何人ぐらいに食べるんかな、まあ、5人ぐらい、平均5人ぐらいかな。谷川家庭な、一人こんな丼鉢いっぱいじゃないですよ。甘えたら何個かお皿とかコップとかいろいろあるわけですよ。それが5人でしょ。お皿3つ、お皿とかお茶碗で1人3つとしても5人で15個ですよ。それとそのメインのこま寸胴やないけど、そういうのがあったりね、鍋とかフライパンがあったりするわけですよ。それを事務員の若い女の子がね、一人でやろうってやったからね、大変や思うわ。あんなゴシゴシやってやったわ、いつも。また焦げますやん、鍋とかなんか知らんけど。けどまあ勉強は、まあ、花嫁修行やね。それはなったと思う。料理もね、いろいろ学べるし。よし。けど僕はもう疲れてきた。なんかもう、洗い物の山見てトッとするわ、ほんまにね。それやったらもう、いつも店員も、ホットモットとかね。ホット。病院の先生がね、私いつも晩ご飯ホットモットですね、って言うてあった。美味しいですよ、ホットモット、みたいな。全種類食べました、とか言うて。先生、そんな、晩飯そんなんなんや、言うて。それほんま世話ない、ほんまに。洗い物ないわ。作らんでええわ。洗い物せんでええわ。そないたかないですやん。まあ言うても。逆にすんな、スーパー行ってやれなんや。今日は お作り半額やとか言うても、やっぱりタコつきますやん、なんやかんや言うて。今みたいに始末シリーズやったらね。冷蔵庫のあるもんでやって1円も使わんでいいんやけど、はい、もうあと何斤もわずかや。呼ばれました。はい、ごちそうさまでした。今日はおそ松くんでしたけど、お腹いっぱいです。ありがとうございました。これで今日はちょっと体重減ってました。だから今日一日あんまり食べんとこう思ったけど、なんやかんや食べてしまいましたけど、晩はこれで帳尻ついたと思います。これでも
あとは歯磨いて CPAP して寝ます。まだ帰ってきて1時間ぐらいです。でも寝ます。うるさい。明日も早いんですわ。はい、ということで、いつもしょうもないですみません。あのね、これマジでめっちゃ話いっぱいありますね。またそれはします。だからもう、ちょっとね、また、またタイトル見て、これは聞いたろう言うときは、またその時は頼みますわ。こんななんか、ほんまにね。はい、ということで、すんまへん。大きに、はばかりさん。まあ、大きに、また会う日まで、会える時まで、失礼します。大きに。チャンネル登録してね。もしまた見たのを思ってくれる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。